サーフボードの上でパドルを漕ぎ、華麗に技を繰り出す競技、サップサーフィン。サーファーが多く暮らす町に生まれ、今世界に挑む19歳がいる。この町に生まれてなかったらサップサーフィンはやっていなかったかもしれない。サーフィンで固く結ばれた地元の絆とは。サップサーフィン日本代表野村壮の原点に迫る。明治安田生命プレゼンツ地元魂。神奈川県茅ヶ崎市、海岸沿いに数えきれないほどのサーフスポットが点在し、多くのサーファーに愛されるこの町が野村壮の地元。父の影響で5歳頃からサーフィンを始め、その虜に。同じ頃に始めたのがスタンドアップパドルボード、サップだった。サップサーフィンは始めやすくて、どんな波でも乗りやすいので、サーフィンの楽しさが知れたのもあると思います。野村にとって練習場所は自宅の目の前に広がっていた。毎日天候も海の状況も違うので、毎日楽しく海に来てます。雨が降っていて、夕方に突然止んだりする時があるんですね。辺り一面オレンジ色に綺麗に染まって、すごい綺麗です。野村が選手としてやっていく上で欠かせない人物がいる。僕のサーフボードを作ってもらっている小川正夫さんです。10年間で20本ぐらい自分がやりたいサーフィンができるようになるようなボードを作ってもらってますね。尊敬するぐらいのあのことをやってる子なんで、信頼されるのは嬉しいことですね。もう最高です、ありがとう。そして忘れられない料理も地元に。バターチキンカレーに店独自のアレンジを加えた野村が愛してやまない一品、クリーミーチキンインド風。美味しいですね。試合で勝ったりとか誕生日とか期待してます。ソウルフードみたいなもんですね。嬉しいこと言ってくれるね、はい、いい成績を残して、で、まあ、うちのステッカーどっかにちょこっと貼ってくれたら、はい、じゃあもうね、あの野村家食べ放題飲み放題で行きましょうか、はい、ね、そんぐらいしか応援できませんけど。野村壮の地元魂、その原点は神奈川にありました。サップサーフィン、野村壮の夢とは。 APP ワールドツアーっていう世界のサップサーフィンのリーグがあるんですけど、そこで1勝をすることですね。